まあ、ざっくり言うとですね、まあ、こいつ最悪ですね、スピードワゴンの小沢っていうですね、こいつが、女の子をね、3人ぐらい、これね、被害者の女性が2人少なくともいて、1泊30万円するようなホテルに呼び出して、で、松本がですね、なんかゲームを始めるとか、小沢が言って、松本とその女性が1対1でベッドルームに行くと、それを3人の場合は3回転するっていうような形でですね、とにかくまあ女性が嫌がっているものを無理やりですね、性的な行為をさせるっていうことはもうやっぱりもう人間としてはクズなんで、もうとっとと芸能界から去ってください。松本人志さんね、これです。そもそも男がクズなんです。男性というのはもういろんな女の子とエッチしたいと思う生き物で、地位につけば、女を抱きたいと思うんですよ。これはもう金と女、もうこれ男のね、さもうね、僕も NHK 時代からあれで山ほど見てきてます。週刊文春の記事ですが、吉本興業のダウンタウン松本人志、恐怖の一夜、俺の子供を産め、俺の子供を産めや、っていうことで、文春が記事を書いてますが、まあ、これも間違いなく真実ですね。これはもう、松本さん、僕はもう間違いなくあなたはこれやってると思います。もう、もう文春の記事ってもうこういうのって相当裏を取ってるので、でしかも松本さんぐらいのね、発信力があるんだったらこんなのもう直ちに否定するなら具体的に否定すればいいじゃん。何があってて何が全く全てがないのか、それともですね、一緒にホテルに行ったまではね、認めるけどもとかね、ほんとこれね、松本人志最悪ですね。これもうほぼほぼ、まあ今の法律で言ったら不同意性交とか不同意わいせつ罪か、に確実になるような事件ですね。まあもちろん詳しくはこの文春を見ていただきたいんですが、まあざっくり言うとですね、まあこいつ最悪ですね。スピードワゴンの小沢っていうやつね、こいつが、女の子をね、3人ぐらい。これね、被害者の女性が2人少なくともいて、まず最初の A 子さんっていうのが、まあこいつが3人呼び出してですね、ビッグなやつが来るから、まあビッグな人が来るから、普通のお店では無理だからって言って、六本木のまあ僕の家の近くの、そこのね、近くのホテルに、1泊30万円するようなホテルに呼び出して、で、松本がですね、なんかゲームを始めるとか、小沢が言って、松本とその女性が1対1でベッドルームに行くと。それを3人の場合は3回転するっていうような形でですね。まあ、その女性をもて遊んだというような内容です。これはもうね、なんていうのかな。まあ本当にもうこれ、もう、ジャニーズの問題があって、今回ね、これ松本人志もこんなことしてたっていうことです。8年前の話ですけども、まあ芸能界、こういうジャニーズだけじゃなくて、吉本興業とか、こう松本人志みたいな人間をですね、やっぱり、僕はこんな、松本人志がこんな人間とは思ってなかったんですが、ただまあ中田敦彦さんがね、あっちゃんがやっぱ松本人志について結構今年、おかしいというような批判を書いてましたけども、まあ、要はもう、こう、もう、最悪、最低ですわ、これ。もういつでも僕のことも訴えてきてください。文句あんねやったら。これも記事ですね。まあ、とにかく3人、最初は3人で、その次は4人ですね。まあ、女性4人と男性4人で。まあ、簡単に言えばこんなことしょっちゅうしてるんで、これね、この今回の記事だけじゃなくて、こう、はっきりと認めて謝罪でもしない限りは、まあ、第2弾、第2弾、第3弾出てきますね。呼び出された複数の女性が告発ということで、まあ手口が一緒なんで、これ今2人見つけてますけども、おそらく、この後、あんまりしら切ってるとですね、これからどんどん出てくると思いますよ。まあ、とにかくこの記事について、あとね、もう一つはテレビが、まあ今日ミヤネ屋がちょっと報じてるの見たいですけども、まあ松本人志がですね、出演している、ワイドナショーですか。これ、多分金曜日の夜か土曜日の夜に収録して日曜日の朝オンエアなんですが、ワイドナショー、フジテレビ、見物ですね。ちなみにガーシーの件もワイドナショーはやらなかったんですよね。ガーシーが、女の子をね、17歳の女の子をっていうので、その17歳の女の子が、
YouTube に出たにもかかわらずですね、スルーしたっていうことで、まあ、松本人志がこれ、そのね、メインの MC をずっとやってたこのワイドナショーがこの文春の記事をどう扱うかですよね。女のも松本あの人志違うって言うんだったら堂々と出てきて裁判なんかするような邪魔くそことせずに堂々と出てきてね、まずそのホテルにそもそも行ったか行ってないかからちょっと言えよ。行ってないと行ってないで、じゃあもうそうなってくると文春はどんどん証拠を出していくだけの話ね。でもそれ言ったけどもそういうプレイはしてないとかね。まあとにかくもうパニックってます。で実際直撃、文春の記者がね、まあ直撃したところの松本人志のこのリアクションなんですけども、まあ、明らかに悪いことをしてるやつのリアクションということがです。まあそういうことなので、これはもうね、さすがにもうこの記事を見てですね、これ本当記事うまくというか綺麗に書いていてですね、松本人志の電話番号までちゃんと突き止めています。とにかくまあ女性が嫌がっているものを無理やりですね、性的な行為をさせるっていうことはもうやっぱりもう人間としてのクズなんで、もうとっとと芸能界から去ってください松本人志さんね。まあ僕のこの記事を読んだ感想で、とにかく週刊文春っていうのはほんとこんなので嘘を書かないです。相当裏を取ってますから、ぜひね皆さんもこの記事読んでいただいて、今週日曜日のワイドナショーの放送がどうなるのか、ぜひまたねジャニーズのように揉み消そうとするのか、それとも松本人志、これはもう相当芸能界ではそういう話が噂されてるようなので、まあまあ噂っていうかその真実だから噂されるんでしょうけどね。まあこの先松本人志がテレビに出ることがないようにしてほしいと僕は思います。まあね、とにかくねこれです。そもそも男がクズなんです。男性というのはもういろんな女の子と一致したいと思う生き物で、それが偉くなれば、ね、NHK の会社で出世をしたり、ね、AKB の支配人とかそういうね地位につけば、女を抱きたいと思うんですよ。これはもう金と女、もうこれ男のね差、もうね僕も NHK 時代から周りで山ほど見てきてます。もうね、なんだろう、もうちょっと哀れだと思ってください。男性のいろんな女性とエッチをしたいというそういう欲望は哀れだと思ってください。そしてアイドルになっている人、なろうとしている人はその男性のクズの部分、哀れな部分を女の色気を使ってお金に変えているんだということだけは自覚しておいてほしいと思います。みんなねその世界に入るとその偉いディレクターとかその実力者、お金持ちのスポンサーとか寝てね枕営業してその役を取っていくんだっていうのがもう当たり前だということは僕も知ってたし、その後も分かってたんで、まあ見にくい世界なんですよ。まあ他にもね、NHK のアナウンサー女子アナね、まあ誰とは言いませんけども、NHK を辞めて今民放で活躍してる女の子も彼女は体までは使ってませんが、やっぱり実力がある男性、その局長とかに対してすぐにごまをするに行く、一緒にお酒を飲みに行って体に触れたりとかっていうことをしてました。で特に外部の NHK のね、外部から来るキャスターの女の子はほとんどが誰かの女です、愛人でした。だからね、本当にテレビ局で有名になろうとする若い女の子っていうのはもうね、男がクズで、そのクズの男の欲求を満たしたクズ女がね、もうクズ男と寝る女ってクズ女なんですよ。だから汚い世界であると、僕は芸能界って汚い世界だとつくづく思っている、そういう人間です。まあ政治家の世界もそうなんでしょうかね。僕は自分がクズであるということを自覚をした上で自分を客観的に見ながら対応しているつもりです。自分は女性に全く興味がないとかそんなんじゃなくて、クズ人間だからこそ自分がクズであるという自覚をしながら客観的に自分を見るようにはしています。とにかく芸能界、汚い世界、アイドルなんていうのは
男のね汚い、いわゆるプロデューサーとかその偉いさんがねテレビ界にうじゃうじゃいます、汚い男が。以上です。紅白歌合戦をしている NHK をぶっ壊す。ハチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党。ウィンロジョーカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル。何が何が受け止めさ、多分が何が受け止めの方もっと愛と吐く自信を、せっかくなるのはもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をぶっ壊す。